今回はエビとピーナッツのピリ辛炒めの作り方を紹介します。辛みの効いたエビと食感のいいナッツが合わさり癖になりますよ。それでは作っていきましょう。材料はむきエビ12尾、ピーナッツ30粒、下茹でした絹さや10枚、きくらげ 10g、たけのこみじん煮10切れ、にんにく生姜みじん切り小さじ2分の1です。エビに下味をつけます。塩コショウ、味の素、酒を少量入れ軽く揉み込みます。卵を少量含ませてから片栗粉を少量まぶして絡め、油を入れコーティングします。スープと調味料を合わせておきます。鶏ガラスープまたは素を溶いたものを 40cc 用意します。砂糖を 3g 入れます。塩と味の素を少量入れます。豆板醤を小さじ2分の1入れよく混ぜ合わせておきます。水溶き片栗粉を小さじ1入れます。鍋に油を入れ、140度くらいの低温のうちにピーナッツを入れ、軽く揚げていきます。ピーナッツはそのままでも食べられますが、揚げることで香ばしさがプラスされます。徐々に油の温度を中央に温めながらピーナッツを揚げていきます。うっすらと色づいてきたら引き上げます。このままエビを油通ししていきます。この時点で7、8割火が通っている場合なので、まだ少しピンク色になってきたくらいで引き上げます。キクラゲは軽く油に通すくらいでいいので、ザーレンの上に乗せておきます。油の温度が上がってきたら、タケノコを油の中に入れ、10秒くらいで火を通します。そうしたら油ごと絹さやとキクラゲを乗せたガーレンの上に流し込みます。鍋に残った油をしっかりと切ったらニンニク生姜で軽く炒めます。いい香りがついたら材料を全部入れます。塩コショウまたは酒を小さじ1、鍋肌から香りが出るように注意します。合わせた豚スープをよく混ぜながら鍋の中に入れ、材料と絡めるようにして炒め合わせます。スープは一気に入れると熱したところが固まってしまうので、お肉をゆったりと垂らすようにしています。これでエビとピーナッツのピリ辛炒めができます。さらに盛り付け完成です。お酒のおつまみとしても最高ですね。よかったらお試しください。このチャンネルは簡単なまかない料理、本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。
最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。